はい、どうもダライです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアムのこの3通貨ねやっていきたいと思います。ビットコインが爆上げしてるよというね記事も出てた通り結構ね、上がってきております。でこう最近まあね動画ねちょっと出せてなかったんですけども、前回の動画をですね見た視聴者が、まあ、DM をねしてきてくれたんですけども、まあ、400僕の動画を見てね実行したところ400万近くのね利益を得たよ、ありがとうということで、まあ来ておりました。まあぜひね、まあ僕のね情報が全てではないんですけども、まあ一つのね参考材料にはなるかと思いますので、まあぜひね参考にしていただけたら、まあこういうこともあるというふうに思っておいてください。はい、まあでもね僕がやってるのっていうのは、まあ決してですね、まあ運要素とかではなくて限りなく、まあなんですかね、確率を上げる作業ですので、まあここがですね当たるとき当たらないときもちろんあると思うんですが、まあ長期で続けることによって、まあ限りなくね、利益を得れるような、まあ動画にはなってるのかなというふうに思います。で初心者に大事なね、要素ということで、別動画でね今日出しておりますので、そちらの方もねぜひね見てください。初心者じゃなくてもですね結構やってない人もいるかなというような要素もあると思いますので、まあ、そちらもご覧いただけたらというふうに思います。はい、で今後のですね、イベント、重要イベントなんですけども、まず米ロビンフット問題がねありましたけども、27日に、ソラナ、マチック、でエーダが上場廃止ですね。ここが27日になっております。そして来月の12日が米消費者物価指数の CPI の発表になっております。そして7月27日米連邦公開市場委員会の FOMC の発表になっておりますので、まあ、ちょっとね間は空くと思うんですが、まあ、この辺が重要なイベントになっているというふうに思っておいてください。はい、で直近の記事なんですけども、まずピックアップで見たところ上位に来てたのが仮想通貨 VC 市場、マクロ経済低迷の中でも好調を維持しているよという記事でした。はい、まあこれがですね、まあ結構やっぱり仮想通貨強いよということですね。まあその FOMC の時はですね株だけが上がっていて、でビットコインとか仮想通貨ちょっと低迷気味にあったんですけども、今ビットコインが大きく上げてきている理由っていうのは先ほどのロビンフット問題、これがですねやっぱりありますね。ですのでアルトコインからビットコインに今資金が流れてきているっていうのは前回の動画でも言ったと思うんですけども、まあその辺が影響してきているということです。そしてビットコイン強気サイクルが間もなく来るかもということで4つの要因を説明している記事っていうのが2番目に来ておりました。はい、で人気記事、仮想通貨とは仕組みから投資、事例まで分かりやすく解説っていうのが、まあ、トップに来てるわけですね。ですので、まあ、初心者とかですね、まあ、やはりこの記事が出ますよね。爆上げしたり大きく反発した時に記事が出て、その時にまだ仮想通貨をやってない人たちが興味を持ってこういう記事を見るかなというところで、まあ、今結構ね、トップに上がってきております。そしてビットコイン反発何があったというところ、そしてイーサリアムのガス代から見る買い時はプレイヤーが少なくなった今がチャンスではないのかという記事が出てたりしております。はい、で全体の相場もですね、まあ、やはり、青ですね。まあ、結構やっぱりビットコインにつられて、プラスに転じてきてるコインが多いのかなという印象ですね。ということで、今日はですね週足のビットコイン、から見ていきたいと思います。はい、まあ、直近のね直近で見ると、まあ、この三角持ち合いをこう形成してたんですけども、この三角持ち合い上抜けましたね。しかも上引きが出ずに今まだ伸びてるような状態ですので、まあ、ここがですね、まあ、今週この状態で、しっかりですね時間軸として、この三角持ち合いの上抜けした状態で実体線レベルで残した状態で次のターンを持ち越すと、まあ、また来週あたり結構大きくね反発してくるタイミングがあるんじゃないかなというふうに思っております。
上がってくるとなると直近の最高値である410万円ほどのねこのライン、っていうところがレジスタンスのタイミングで、さらに上に行くと433万円ぐらいの価格帯ですね。こういったところが次のターゲットになってくると思いますので、まあ、今はどちらかというと大きく反発して、まあ、結構ね投資が入ってきているという状態だと思います。はい。で、まあ、RSI 見ると、まあ、今回の下落で、まあ、真ん中よりもちょっと上、だいたい 53% ぐらいのところで底打ちして今上がってきています。はい。でまだもうちょっと上までいけますし、結構大きくね上がる可能性はあるんですが、まあ、ここの435万ぐらいまでね、ここまで一旦行ったらですね、RSI も結構買われすぎ水準に近づいてきて、一旦大きくもう一回ね調整をする可能性というのはあるかなと思います。ただしこの上昇トレンドがありますので、ここを割らない限りはですね結構強気で攻めていくというような相場になるかなというところです。でここですね、あとこの348万円のこのラインで何回もですねここ底打ちしてるんですね。こうやって、1回2回3回4回ここで、サポートされてますので、まあ、ここも一つの買い時ラインとしてはですね、今後見据えといていいのかなという感じです。はい。じゃあ続きまして、リップルですね。はいはい。リップルも一応このアセトラみたいな形ですね、上値を重くしているこの 79.9 円のこのラインと、この上昇トレンドですね、これがあってこの中をうようよしている。で今回の FOMC の結果から 65.1 円ぐらいまで一旦落ちたんですけども、まあ、今反発しつつあって 70.5 円ぐらいまで戻していったよという経緯があります。はい。ただしリップルに関してはですね、まあ、大きなファンダメンタルがない限り、やはりここの80円付近、ここですね、このラインを上抜けるのが、まあ、めちゃめちゃ今ハードルが高くなってきてるよねという感じになっております。まあ、リップルが大きくね買いに転じるときっていうのは、まあ、やはりここを上抜けたときかなというふうに思います。はい。買い時でいうとこの上昇トレンドのこの下限タッチ付近、反発をしっかりするような流れがあったら買い時ではあるかなと思いますので、まあ、買っていきたい方はですねそういったところを狙っていくといいのかなというふうに思います。はい。じゃあ続きましてイーサリアムですね。はい。イーサリアムもこのバチクソにですねこの三角持ち合いの中をね、今回の FOMC でもですねしっかりここ の上昇トレンド下限タッチで、サポートされたということになりました。でそこから今大きくね反発してきていますので、まあ、大きく動くときっていうのはやはりこの三角持ち合いを上抜けするか下抜けしたときだと思います。はい。この三角持ち合いの中でねトレードしている方はですね、やはりこの底打ちしたところで買っていった方かなというふうに思います。まあ、先ほど言ったね400万ぐらい、利益を上げたっていう方もですねそういったふうに、多分三角持ち合いの、下限タッチぐらいで買っていって今の利益にあるんだろうなという感じで思っております。はい。まあ、400万ですので、まあ、これだけのね23万円から25万4000円ぐらいですので、まあ、結構その投資額も大きかったんだろうなとは思うんですけども、まあ、僕の、ね、動画を参考に、利益を上げたっていうのは、まあ、非常に嬉しいことかなというふうに思っております。はい。ですので、まあ、今後ですね、まあ、やはり来週ですね、来週が気になります。ビットコインが三角持ち合いを上抜けた状態で、終わると、次のロウソク足にね向かっていけるというふうになると、まあさらにちょっとね資金がビットコインの方に流れて、でそこに釣られるように、他のねアルトもね上がってくる可能性はあると思うんですが、まあ、この流れね、やはりさ歴史を見てみるとビットコインがボーンとそうやって上がった時は、一旦どっかでちょっと落ち着いて、で落ち着いてそこに帳尻を合わすかのようにアルトコインが上がってきますよね。
で、その後にアルトコインのサブコイン的なね、結構人気がないコインが次上がってくるみたいな、順番に、こう上がってくるっていう経緯がありますので、まあ、先ほど記事にもありましたけども、イーサリアムとかがですね、今買い時かなというふうに思います。ただ今ちょっと上がってきてるので、まあ、もうちょっと様子見て、今週いっぱいぐらい様子見て、でビットコインが上抜けた状態で終えるのかというところまで見据えてからトレードしても遅くないかなと思いますので、この辺はねしっかりやってもらえたらと思います。はい、まあそういう感じですね。まあ今のところね、まあ反発は僕はねしてくると思っていましたので、まだまあ何らおかしくない、別に、そんなびっくりもしないような今は値動きなんですけども、結構ね今回のこの反発っていうのは、まあ、結構記事でもねいろんなところで回ってるようですので、まあ新しくね参入する方だったり、まあここをね大きく見て、検索かけたりとかする人たちが多くいるかと思いますので、まあ今買いたい方はね今だぞという感じです。現物はねもうすでに買ってもいいかなっていうぐらいです。はい、ということで今日の動画が良かったと思う人はチャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。そして最後ルーレットしております。明日の値動きどうなるのか、ドン。はい、明日は横横するそうなんで、横横っていうのはまああんまり値動きがないということですね。はい、まあ当たるのかどうかまたね明日相場分析しっかりやってもらって見ていただけたらというふうに思います。はい、ということで今日はねこの辺で終わりたいと思います。おつ爆上げでも利確的ず暴落しても損切らない、気づいた時にはもう乗り遅れてる、無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。